D3.js、e、は2011年に開発が始まったウェブブラウザで動的コンテンツを描画する JavaScript ライブラリーである。ワールドワイドウェブコンソーシアム準拠のデータ可視化ツールとしてスケーラブルベクターグラフィックス JavaScript と HTML のカスケーディングスタイルシーツを最大限に活用している。その他多くのライブラリーとは 対照的に最終的に出力された結果に視覚的な調整ができる。ニューヨークタイムズ紙サイト内のグラフ描画、オパンストリートマップ編集用、ID エディタジョジョソンやトパジェソンを扱う地理情報システム関連ウェブマッピングなどに採用されている。HTML ページ内に埋め込まれ、読み込まれた際にビルド済みの JavaScript 関数を使用して、 SVG オブジェクトの作成および視覚的編集、画面遷移、ツールチップなどを描画する。これらは CSS の制御が可能である。大規模なデータセットに単純な D3 関数を使用することで容易にグラフやダイアグラムを生成し SVG オブジェクトに結合できる。最も一般的な JSON、コンマ、セパレーテッドバリューズ、 ジョジョソン等の様々なフォーマットのデータに対応し、JavaScript 関数を修正すれば、どのフォーマットにも対応できる。ありがとうございます。